はい、どうも、エムキン TV のエムキンです。はい、今回は、新しくヘッドホンを買ったので紹介していきたいと思います。はい、今回買ったのは、PS5 対応のアストロの A50 です。こちら、アストロの中で一番最上位モデルです。まあ、発売して1年くらい経ってるので、知ってる人もいると思います。開封していきたいと思います。はい、中身を取ることができたので開けていきたいと思います。まあ A14 を使っていたので、ね、15はすごい楽しみです、ね。はい、中身はこんな感じ。まずヘッドホン、軽いですね。めっちゃ軽い、すごいですね。はい、次がケーブル、光るデジタルケーブルです。で、ここを開けて、はい。これがベースですね。はい。すごい。かっこいいです。で、そして USB ケーブルと説明書ですね。はい。説明書と、これがアダプター。中身はこんな感じ。ヘッドセットがすごい軽いですね。はい、すごい軽い。比較のために A14 も持ってきます。はい、次は詳細なレビューをしていきたいと思います。はい、まず A15 はまずここにいろいろあります。まず電源、バーチャルサラウンドとステレオの変更ボタン、まあ、いっぱいありますね。これは分かりません。ダイヤルはずっといきます、永遠と。で、こんな感じ。あ、で、ここがあれっすよ、ここがゲーム音が上がって、で、友達の声とかもここで音量を変えることができます。すごいっすよ。もうミックスアンプが中に入っているようです、はい。で、マイクはこうするとオンで、で、戻すとミュートになります。これが A50 の性能です、はい。で、ここでマグネットでこうやってカチャッと。で、今まで使っとった A40。まあ、これはね、すごい悲惨なことになります。悲惨ですね。はい。まあ、これは普通にヘッドホンです。こっちは、こっちでいろいろ音量を上げたり、マイク、ミュートもここでやります。はい、こっちも結構いい値段とします。はい。こっちが今、Amazon で3万円くらいで、こっちが1万3000円くらいですかね。はい。はい。うん。次は音質のチェックをしていきたいと思います。普通のコンデンサーマイク。アストロ A15 のマイク。はい。今回はこちらのアストロ A15 をレビューしてみたんですけど、まあ、まず軽くてすごい使いやすいですね。はい、ちょっと使ってみたんですけど、このサラウンドモードがすごいですね。もう足音がすごい聞きやすくて、誰でもプロゲーマーですね。で、こう PS5 にも対応しているので、まあ、PS5 買おうと思っている人はぜひ買ってみてください。まだね、運命なんて言えない、あと何センチ近づけばいいんだろう。君は僕に何をしてあげられたな。あの日大丈夫って笑顔、あと何センチ先を歩いて